はい、どうもレイトです。さあ本日は岐阜県関市にある板取に来ております。今日はですね、モネの池に行ってきます。はい、よく TikTok とかインスタのショート動画で回ってくるモネの池なんですけど、僕行ったことなくて今日初めてやってきました。それでは向かいましょう、レッツゴー。さあ駐車場はですね、こちら止めて、で道路を渡った奥側にあるそうです。近くに板取川温泉もあるんですね。モネの池から車で17分。あれすごいな、あの看板浮いてるように見えますよね。川が綺麗なんで。だ昨日雨降ってたのでちょっとね、川は濁ってるかもしれないんですけど、ちょっと行ってきます。お、あそこにあるのがモネの池かな。いいっすね、この高い木。でも神社の近くに、あそこのモネの池があるんかな。多分あの辺人が集まってるんで、あそこかなと思います。さあ後ろには大きな山、反対側にモネの池があります。わあ、綺麗ですね。ちょっとフォトスポットまで移動します。はい、そこにモネの池があって、ここに花の苗とか販売してるビニールハウスがあって、でかき氷とかアイスクリームが食べられるお店がありますね。はい、ここに喫煙所もあります。おお、いやー本当に山すごいね。山に囲まれた場所にこのモネの池はあります。はい、ということで初めてモネの池に来たんですけども、この池のね、名前の由来はフランス人の画家のモネが睡蓮をね描いてるんですけども、その絵の雰囲気にものすごくね、あそこの池が似てるということでモネの池と呼ばれてるそうです。確かに雰囲気すっごい似てました。僕もあのモネスペース睡蓮ってね調べたんですけど、モネの絵とね本当に似てたので、ぜひね来られた方ね見比べてみると面白いと思います。うん、ただあの TikTok とかインスタのショート動画ですっごい回ってくるモネの池はですね、めちゃくちゃ加工してるなと思いました。だいぶサイドを上げて載せてるなと思ったので、まあ時期によってね、まああんな感じの雰囲気よりね緑になったりとか、そういう雰囲気になってたりすると思うんですけども、今日僕が行った本日はですね、なんかよくショート動画で回ってくるほどなんか色がねより濃くというか、まあものすごく綺麗だったのは本当ですので、ぜひね皆さん見に来てみてください。僕のチャンネルはこのように岐阜のスポット、岐阜のグルメを紹介しております。不定期更新なので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では皆様、また次の動画でお会いしましょう。またねー。